えー、ハッはっしーです。えー、ちょっと短めなんですけど、あの、動画を一本上げて、えお、ー、きたいと思います。よろしくお願いします。えっと、たった今、あの、帰ってきて、えー、カラスの行水、ね、お風呂に、えー、浸かりました。えー、6日が花ンさんとのコラボのお話し会。 えー、そして翌日近、えーと、7日、8日と、まあ、きょ昨日今日と、えー、川口湖デトックスツアーということで、えー、帰ってきたのがつい先ほど30分ほど前でした。で、明日は、えー、また大阪に、えー、向かいます、えー。朝7時前には家を出て、まあえー、11時過ぎまでには大阪に到着する予定です。 そして、えー、まあえ連戦で約15日間ぐらいかな。2週間、えー、全国アンギャあの、日程がびっちり決まってますんで、えー、張り切って、えー、宇宙の話をしてまいります。イエイイイヌ、イェイ <laughs> えー、ちょっといくつかご報告があります。えっと、6日の日に、えぇ、ー、花梨さんとの え、コラボでのお話し会をさせていただきました。まずはありがとうございます。で、えっと、はなりんさんが今日、とても素晴らしく編集してくださった、え、私とのコラボのお話し会の動画を、え、YouTube を、あの、上げてくださいましたので、え、私の方からは、ま、内容が同じですので、え、動画のアップを控えさせていただきます。ありがとうございます。 えー、というのは、えー、え表向きの言い訳です。えー、実は、私、一切サムネも付けられません。編集もできません。えー、ちょっと話の内容の途中途中に、ね、バーンされそうな内容がいくつも入ってたんで <laughs>、あの、私が撮った動画は、えー、YouTube に上げると、やばいということになり <laughs>、動画を あげるのを控えさせていただきました。申し訳ありません。えー、次。えっ、ー、と、昨日、今日と、2日間にわたりまして、えー、川口湖、この花酵素風呂、茶谷家、活性化ツアー、無事に、えー、終了しました、えー。総勢2日間で、えー、各,各日各日ごとに、約20人、十二人ぐらいかな、あのー、 日本全国から参加してくださって大盛況のうちに終わりました。で、ほんの少しだけ皆さんにご報告します。えー、まず一つ目がね、地球がもう,もう間違いなくアセンションに向かいます。もうとんでも、もう皆さんが想像を遥かに超えるような素晴らしい地球がこの数年後にやってくるんです。やってくる。で、ただ、このやってくるために、 私たちが今絶対に準備しなきゃいけないのが、五、えー、次元の波動に耐えられる体づくり、えー、健康づくり、そしてこの思考、ね、えー、あの魂磨き、ね、えー、思考癖、こういったことを、えー、完全に、えー、高次元意識に今から練習 <laughs> しないといけません。そういった意味において、 この二日間は本当に有意義な日となりました。世間では台風がということになってましたが、昨日はとてもいい天気でした、河口湖で。今日はまあ雨は降りました。雨は降りましたが、もう風もないし、ね、しと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 降るような程度の普通の雨で終わりました。うん えー、全く台風の影響は、えー、一切なかったと言える2日間でした、うん。本当に神様に守られた、ね。あの愛された川口湖でございました。イエーイで、えー、次。<laughs> この台風を、まあ、一つの、まあ、理由として、まあ、数名の方が来ることができませんでした。で えー、この日に、えー、来れた来れない。これは、どうやら、表向きとしてはね、うん、台風がということになっておりますが、魂のレベルでは、えー、今回は、やはり来れないという、まだ時期早早だったということではないかというのを、ちょっと、えー、直感が降りてきて、えー、それを思ってました。そうしたところ、 えー、今日の20名の中の、まあえー、結構覚醒に向かって、えー、なんだろうすごい波動の高い、まあ、仲間が何人かいたんですが全く同じことを僕に教えてくれました。うん、不思議と、えー、なんだろうなんだみんなで口を合わせたかのようにえっていうようなそんなような感じでああやっぱりなというふうに思っている次第です。 イイえー、次、えー、今回チャタニカさんというところで、えー、フラワーエッセンスだとかね、うんえー、音による波動調整、うん、それから、えーまあのー、ハーブを使った消化体の爆発的な活性こういったワークを、えー、ちょっとやらさせていただきました体験させていただきました。 えー、約二十何名だ二十四、名ぐらいかなが二日間にわたって受けたわけなんですが、もういろんな形になりました。うん。もう幸福感の、なんだろう、こう境地で、もう穏やかな感情を発したかと思えば、えー、逆に毒出し、ね。 体の中に溜まってたものが吐き出すそういう方もおりましたそして何、えー、だろうな消化体があ,あまりにもねこうバーンっていっちゃったもんだから、えー、その、まあ、反動というかねそういったことでちょっと体調を崩してねあの横になって休む人まあいろんな人がおりました、うん、まあ,あのここにいい悪いというのはないんですけれども明らかに このセッションは、えー、皆さんにとって非常に、えー、何か感じられた、えー、内容だったんじゃないかなと自信持ってこれは言えます。はい。えー、次。えっ、ー、と、また今日ですね。えっ、ー、と、夕方3時から、えー 過去、宇宙人であったという、ね。そして、その記憶を持った状態で、もう一度このアセンションを迎えるこのタイミングに、えー、体験をしたいという、強い思いを持って生まれてきましたという、27歳の宇宙人くんが、今日、また偶然にもお会いすることができました。えー、そして、 えー、この男の子と同じ生まれ変わりの記憶を持った、えー、素敵な女性、ね、年は全然、えー、と 10, 10歳ぐらい年上かな、うん、なんだけれどどうやらこの二人は前世から約束をして今世生まれてきたという、ね、明確な記憶を持った二、えー、人が、えー、宇宙の話それから宇宙人の暮らし 宇宙から見た地球のお話。今後起こるであろうアセンション。ね。うん、こういったことの宇宙さんから聞いたお話。など。もう盛りだくさんのことを今日聞くことができました。ね。それから次。えー、この、この花高ブ風呂の創設者は、 小桜さんという、もうお亡くなりになった、えー、女性だったんですけれども、この人の見たまが、えー、一人の女性に、えー、憑依をし、その憑依をした女性が、えー、そのことに気づかずに、なんかわからない、なぜかわからないんだけど、えー、都内に住んでいた方なのに、 なぜかこのこの花酵素風呂に到達しそして、えー、そこにいた、えー、管理人さんの谷野さんと熱いトークをしたという不思議な不思議なお話を聞くことができました。でこの,この女性の方も、えー、もう立派なあねのあの。あの 大人、ね、子供さんを育て上げた立派な素敵な女性なんですけれども、えー、過去宇宙人的な不思議な体験を持った霊的強い方で、えー、参加された皆様に、えー、お話をしてくださり、みんな口をポカーンと開けて聞いておりました。<laughs> えー、ということでね、えー、今回の花林さんのお話し会、 それから一泊二日のデトックスツアー。とても内容の濃い濃い日を楽しく過ごすことができました。このお話、YouTube を見ている皆さん、興味のある人、とても気になる人、概要欄に私の LINEQR コードを貼っておきますので、どうか問い合わせください。ぜひ皆さんも体験してください。 どうかよろしくお願いします。イエイイイのイエイ。イエイエイエイイイ